それは関係ない。これこの辺もこの辺のごちも今日全部通した。僕のこれ。皆さん、すみません、驚かしてしまいましたね。で、よかったですね、今日はですね、教授さん、皆さんね、教授さん見に来られたと思いますが、僕すみません、教授じゃごめんなさい、たかしって呼びますね。はい、オープニングアクトをですね、やらせていただくことになりました。ちょっとね、この後、素晴らしい教授さんのところにこううまくつないでいけるように、適当にではないですよ。適当というのはいい加減では適切にですね、やらせてもらえたらと思います。まずね、曲聴いてください。で一つね忘れたことがあって、これあのイケアね、長久手にイケアって最近できましたね。でそこの開店の記念の何ですかね、セール商品399円だったかな、キッチンタイマーがついてるんですけど、僕の持ち時間は30分なんですよ。今
3分ぐらい行きますかね。本当はね、あの始まる前にこれをねセットしないといけなかったんですけど、まあいいかな。でもあそこにトゲありますけど、僕ねよく見えないですよね。だからこう皆さんにねお願いします。曲の終わったりとか間にあと何分ありますかって聞きますので教えてください。なぜかというと、あのもう今もうすでにいろいろ喋ってますけど、あの僕結構喋るのが好きで、あの30分のステージだと大概、最悪のケースで3曲ぐらいっていうのが3曲で30分ってなってですね、これ今まだ6分ぐらいですか。6分、あ一応時計があるな、 OK ですね。ということで、ね、教授さんね素晴らしいですよ。あの僕あのリハーサルちょっと見させてもらいましたけどね。あでもあの僕にとってもね教授さんって昔どうだろう、遡ると中学高校ぐらいね、憧れるというかね、あの当時雑誌を開くとね山本教授さん、何が言いたいかというとね、とにかくねかっこいいんですよ。まあ、いや僕が言うことはないですけどね、本当にかっこよくてね、あのなんだろうな、いやありがとうございます、ね、あの うまく言えないところありますけどね、あのそういうことですわ。だから今日はですね皆さんね、あの精一杯楽しんでいただけると思います。本当にかっこいいです僕が言わなくていい、はい、でということで、あ、僕あのあれですね、このまま喋り続けると多分最後の方であの時間がなくなるので、一応あの1曲歌ったところで自己紹介だけさせていただきますけど、中西隆と申します。あの来ていただいている方の何人かの方たちはあの面識があったりとか知っていただいている方もいらっしゃいますけど、ね、あの僕、西尾市の出身で、簡単に言うとあのここのマスターの高校の同級生なんですよ。さあ年は何歳でしょうとか言ってそういうダメやらないですよ、ね、まああので、ずっとあの高校時代から、ね、音楽をやってきててですね、あの今こう、まあ、歌ってますね、もともと音楽のルーツはビートルズとかいろいろで、バンドをいろいろやってきてて、でここ3年ぐらい前からちょっとこう一人でね弾き語りをやりながら、であの喋ることの快感に目覚めてしまってですね、まあで何だろうな、今日に至るのというそういうまとめ方は良くないかもしれないですけど、本当に喋りたいこといっぱいあって、ですけど、あじゃあ次、2曲目の方をちょっとやってから、時間の塩梅を見ながらですね、今日はさて何曲歌えるかなというそういう場ではないですけど、あれですね、でそういうギャップを感じていただいて、この後で京子さんすごい、あ、いかない、見た はい、じゃあ2曲目はですね、これはあのロッド・スチュワート大好きなんですよね、あのかっこいいですよねってまた喋ってますけど、あのロッド・スチュワートいい曲、あのオリジナルカバー、あ今の最初に歌った曲も実はロッド・スチュワートがカバーしてオリジナルじゃないですけど曲なんですよね。で次もロッドロッドが、昔フェイセスというバンド、多分60年代ですかね、60年代ですか、60年代頃、60年代、70年代はすみません、まあどうでもいいですけど、やってた頃に、歌ってた曲で、聴いてください。
Something told me it was over. When I saw you out here talking, something did down in my soul. I say, cry boy. When I saw you out here walking, go break out. Take a seat, walk away. Me. I was jealous. I'm a kiss of water and go back, girl. Can you see you walk away? これね、あれですよ、そういう曲でした。歌詞の意味はね、すごくあれですよ、ここで多分好きだった彼女が他の彼氏、他の人と歩いてるのを見ちゃってこう目が見えなくなっちゃえばいいみたいなね、そういうすごく素直なね、ありますよ。僕もね、若い頃はね、そういうふうに本当にマジで思ったことあります。皆さんもありますよね。ないですか。え？って、こういう言い方はダメですね。そういうこともあったと思いますけれども、どうですかね。って言いつつ、今これで13分ぐらいですかね。なかなかいいペースで進めていると個人的には思ってますけど、一つね、ちょっと早めのエピソードをね話しさせてもらいます。僕は何歳だと思いますってさっき言いましたっけ。そういう質問愚問ですか。マス3階建てのマスターと同じだと言ったらバレますか。でも彼何歳かって知らないですよね。って言ったら僕が何歳かって言ったら彼が何歳かってバレちゃう。どうですかね。
どんな感じ、いいですかこれね。次いきます。はい。ね、はい。いろいろ僕ビートルズ好きって話はまだしました。ごめんなさいね、ちょっとね、実はね、結構ね、これ、今日緊張するなと思って、すみません。2、3倍引っ掛けてます、正直言うと。なので、お前言ってることおかしいぞっていうふうに思ったら言ってくださいね。でもね、そういう時が、調子いいことが最近あって、ただ、まあ、ベロベロになっちゃうとまずいですけどね。でも、喋りもそうですけど、歌もそうですけど。で、次は、はい。ビリー・ジョエルの曲を。これあんまり有名な曲じゃないですけど、僕大好きで、昔から大好きで、あれですね、90何年か頃にマルチトラックレコーダーってね、多重録音できるやつ、カセットテープとかね、今もありますけど、あの頃4トラックとかね、いろいろあって、それを買い込んで自分でいろんな楽器のパートを録音してやった曲の一つがこれで、だからなんだって思っちゃいないですけど、YouTube にね、音源がアップされてますけど、あとで、よろしかったら聞いてみてください。いや、本物は最高、パーフェクト。で、僕が歌うのは、それを皆さんに聞いてほしいから今から歌いますからね。という位置づけで聞いてくださいね。
ありがとうございました。最後あの技を最後技というわけでフェイドアウトっていう技も、ね、入れてみましたね。良かったですから、あ、良かったですかって聞き方変なね、あ、僕ね、ちょっと本当に今ね、あの、そこに歌ってるところでみんな静まり返っちゃってたから、これずっとなんかなって、でも僕はあの目をつぶっちゃうので、皆さんの顔をよく見なくてですね、良かったですかねと。ありがとうございます。強制的に。うん、あの、いや、ね、さっき言いました、これビリー・ジョエルのね、ビリー・ジョエルのね、曲で、あの、YouTube 検索してもらうとね、いいのか、時間はまだ OK ですね、出てきます。のビリー・ジョエルってあの声がねすごい7円違うな、なんだろう、VTR かも2点3点じゃなくて、あのあるじゃないですか、そういう言葉が、変幻自在、変幻自在、あのすごい、あのグラッキーなっていうちょっと言い方ですけどね、あのこれビリー・ジョエルが歌ってんのっていうような声で歌うんですよね。でこの曲もそういう 曲でぜひね聴いてみてください、ね、でこれはあの Everybody has a dream で、歌詞の中身をまたね理解してもらうとまたね、あーっていうね、そう、みんな夢があります、でその夢はまああのあれですよ、そういうことですか。そういう曲なんですよ、ね、いい曲がいっぱいあります。僕はあのオリジナルは書けないので、あの好きな曲をね、好きな曲を歌ってるっていうかそうなんですけど、いい曲がいっぱいあってですね、多分あの皆さんもね、あの僕を見ているっていうのを今感じてしまって、あの一瞬こう、あ、ぼちぼちね、縁も竹縄、縁じゃないですね、あ、ちょっと宣伝させてもらっていいですか、僕中西隆と言います、言いましたね、いろいろ番組をやってたりしますけど、あのピンでこう弾き語りとかやって、実は直近で言うと来週28日に安城のカフェビーさん、多分あのご存知の方も多いと思いますけど、ね、で、ライブのイベントがあって、そこではですね、あのアコースティックとね、エバリーブラザー、高校の同級生、あのここのマスターの同級生なんですけど、同級生音楽やってるやつがいっぱいいてですね、あの、話を戻すと、ビートルズかのバンドも全部ね高校の同級生と一緒に、当時の同級生と 今もやってます、あの足掛け30何年かな30年ぐらいですかね、うん、で、来週一緒にやるのも高校の同級生でエバリーブラザーズってご存知ですか。知らないですね、知らない、こういうジュイーン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 って聞いたことないですかね。あ、いい曲いっぱいあります。あ、じゃあいいです、 YouTube でエバリーブラザーズって検索して聞いてみてください。あ、じゃあいいかなって思ったら来週あの、あれですよ、安城のカフェ B さんでやりますから、あのぜひお越しください、ね、高校の同級生、あのそいつはね、またあの話したけど、そいつはまた実はあの、学生時代にあのインドに隠れてね、あのシタールっていう楽器をね、インドまで行ってね買い込んできたっていう、ちょっとつわもも、今は京都に住んでますけど、それとね無理やりね28日ライブあるけど来るって言ったら行くってほぼ半強制ですけど、そういうのと、あと、30日が、僕はあの今実は、同級生なんですけど、西尾出身ですけど、今トヨタに住んでます。で、あのトヨタにですね、最近あの新しいあのケントリーというなんか、ね、ライブハウスができてですね、そこで結構ね自由にいろいろやれるというのがあって、30日、月曜日の祝日ですけど、そこでですね2時間時間を取って、まあ今日みたいな感じを要は2時間延々やるわけですよ
そういうのもまたありますので、またよかったらですね、あの、Facebook やってますので、中道隆と言います。もしよろしければ、友達申請をいただければ、お友達になって、そうするとそういう情報がね、これでもか、これでもかっていう感じで、こう、しつこく送りつけられるわけですね。はい。いい感じのタイムキープかな。実は本当はね、あと2曲用意してたんですけど、あと1曲しかやらない。やれませんが、いいです。今日はあくまでも、メインは教授さんですからね。僕は、僕のこの存在を、違う。そうじゃない。教授さんが気持ちよくやっていただけるように、そういうオープニングアクトで、どうですかね。趣旨に合ってますかね。嬉しいな、うんうんって言ってもらえる人がね、でもね、ライブで笑いは重要だと思いますよ。本当楽しくなきゃしょうがない。何言ってんのか。次はまあちょっと、オープニングが最後の曲になりますが、こういかんですね、こうちゃんとこの歌詞カードをこうちゃんと並べとけよって、いつもね、これで、そうなんですよ、いいです、今の一言で僕はね、受けて笑ってもらえたので、もうそれだけで今の、はい、いや、決してわざとじゃないです、本当にこうちゃんと並べてなくて、でも出てきました、出てきたけど、これは、ちゃんとね、覚えてます。覚えてるけど、一応歌詞カードを出したっていう、そういう曲だということを理解いただきながら、はい、聴いてください。最後、オープニングアクト最後の曲になります。もし、してたら一緒に歌ってもらってもいいですよ。歌いますか？あ、いいです。はい。練習します？練習してる時間がない。いかん。はい。すいません。Thank you.
はい、それではですね、この後お待ちかねのね、うん、早く前引っ込めようってね、そんな感じかもしれないと、教授さん、注意事項がございます。あ、皆さん写真は撮ってないですね、今までね。残念ながら僕の写真は撮ってないですね。この後はですね、教授さん、申し訳ないですが写真の撮影はちょっとご遠慮いただく。で、僕がですね、たまたま専属カメラマンに任命いただきまして、ね、僕は撮りますからね、お前なんで撮ってるんだっていうふうに言わないで、ね、申し訳ないです。皆さんは写真はご遠慮いただきたい。動画もダメですよね。動画も、もちろん動画もアウトでございます。ということで、ということでですね、もうあとそうですね、5分ぐらいちょっとね、10分、うん、10分ぐらい、置いて10分喋りましょうか。違うな、喋らないですよ。10分後ぐらいですね、お待ちかねのね、本日のメインイベントってこれなんですかね。もう引っ込んだ方がいいですね。ということで、教授さん登場いただきますので、ちょっと10分の間に入れ替えをしてくださいね。この変なおじさんの雰囲気から教授さんの崇高な雰囲気言っていただくとき、多分ね、こう目を閉じてこう多分30秒ぐらいこうやってもらった方がいいですね。はい、うんって言いましたね、今ね、うんって。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、今日精一杯皆さん楽しんでいってください。ありがとうございました。すげえいっぱい喋った。いや、俺は何も言ってない。次の人。